体どんな結末が用意されているのでしょうか。 J リーグ1部 J1 34試合9ヶ月に及んだ長いシーズンのいよいよ最終章です。驚異的な巻き返しでついに主役の座に躍り出たセレッソ大阪、ガンバ、浦和、鹿島、千葉、1シーズン制となった13年目の J リーグは5チームを巻き込んで全く予測できない展開で最後の試合を迎えました。勝てば関西勢として初の優勝を果たすセレッソ大阪、初優勝に向けて大阪勢として初の頂点を目指して最終節のスタートです。虎のプレッシャー、いいですよ。工藤が出てきてクロスが入ってきた、試合ありましたね。先制しましたセレッソ、勝てば優勝のセレッソ、早い時間に1点を取りました。先制、西澤のヘディングシュート。
選手に声をかけて、そして踏ん張って引っ張っていきたい。西澤はその5年前敗れた経験を生かすとしたら、自分はそういったことができるんだという話をしていました。残り1分切りました。残り1分切った。ロスタイムに入ってきます。 FC 東京のコーナーキック、低いボールになってシュートが来た。吉田が反応した。こぼれている。またシュートが来た。同点、同点だ。セレッソ同点に追いつかれた。セレッソ同点に追いつかれた。ロスタイムに入った。ロスタイムに入ったところだ。セレッソ同点に追いつかれました。現在2位のガンバはリードしている。これ追加点ですか。ガンバ追加点。アラウジョ、アラウジョの追加点がガンバに入りました。このまま終わるとガンバの逆転優勝になります。セレッソが同点に追いつかれました。いやー、これは大変なことになりました。ロスタイム、藤田さん、もうほとんど時間はありません。今ホイッスル、ガンバ逆転で初優勝。5チームが最終節まで優勝の可能性を残す稀に見る大混戦、制したのはガンバ大阪。いや、最後までガンバのスタイルを今年やってきたことを貫いてくれたのが嬉しいです。そのサポーターに、ね、こうやって優勝を捧げたかったし、今日はたくさん来てくれて本当に心強かったです。本当にありがとうございました。